料理研究家の水木です。テレビや雑誌のお仕事などいろいろやらせていただいてます。簡単時短節約をコンセプトに誰もが簡単に作れるレシピを考えています。いろいろこうスパイスを使うお料理っていうのは家ではなかなか簡単にできないものなんですけど、このレッチャを使うとこれだけで本格的な味が再現できるのですごく便利な調味料だと思います。このパッケージにスパイス香るって書いていて、私が普通に作っている南蛮漬けっていうのはスパイスなんかを使うようなものではなくって、どんな味なのかなって楽しみにしてたんですけど、ザ和食ではなくてワインにも合うようなこう香りのいい南蛮漬けになりました。南蛮漬けっていうと普通は油で揚げると思うんですけれども、これは焼いて漬けるだけなのでとっても簡単だと思いました。モロッコ風チキンっていうのは私は食べたことも作ったこともなくてですね、どんな料理なのかなって楽しみにしながら作ったんですが、異国情緒あふれる味というか、これはやっぱりスパイスがなせる技というか、その普通の調味料だけを合わせても出せない味が再現されているなと思いました。バッファローチキンっていうのは一時期流行ったことがあったので、私もそれっぽいものを作ったことはあるんですけれども、こういう市販の調味料として売っているもので作ったこともあったんですが、もっと辛いものというイメージがありました。でも今回このレッチャのバッファローチキンを使ってみて、辛いんではなくってスパイスの香りがいい、スパイシーな味で
いうのにまず驚きました。むしろ辛さはそんなになくって子供でも食べられそう、とても美味しかったです。ジャンキーな感じで食べたい時にフライドポテトを合わせるのはおすすめです。フライドポテトを付け合わせると食べ応えも出ますし、家族みんなで楽しめると思います。仕上げ用スパイスとか仕上げ用のハーブっていうのがあって、最後に振りかける、最後に絡めるっていうことで、そのハーブとかスパイスの形が見えるので、盛り付けた後もとても華やかで本格的に見えました。いただきます。いい香り。美味しい。味付け用と仕上げ用のスパイスが入っていて、やっぱりその仕上げ用のハーブとか香りの良さが引き立つような工夫がされていて、とても美味しかったです。美味しい。結構スパイシー。スパイスをたくさん使うようなお料理っていうのは家でやるのはなかなか難しいです。このレッチャを使うと、これだけで本当に本格的な味が簡単に再現できるので、とても便利な調味料だと思いました。普段はやらないような料理が簡単にできるので、パーティーメニューにもなりますし、人を招いた時にちょっとこうおもてなしするような料理にも使えます。あとは子どもも食べやすい味ですし、家族みんなが楽しめると思うので、普段のおかずとしてもちょっとこういつもと違うものを楽しめるいいきっかけになるのではないかなと思います。Be my birthday.